シンデス行きますか。頑張ってください。3人で、3人でやる感じで俺らの。まあ、連れてけば。まあ、今ちょっと暇な方々がちょっと。俺とディディ2人でやるってこと？マジ？どうする？誰連れてくん？どうする？なんか、まガチ、ガチで行くんだったら、ティラノ連れてくしかないのかな。しょうがねえな。出してやるか、飛び板。パティ&スコルはきついぞ、2人だと。いけるでしょ。適当に連れてくわ。ちゃんとサドルついてるティラノとか連れてってあげたら、割といけると思う。レベル384の腐肉3体連れてくわ。おお、カウンターだけでかなり強い。いや、まあもう特攻させるみたいな、もういないよりはいた方が。アンドリュー・サルクスの名前がさ、乗ったままさ、その A キーとかを押してるせいで毎回ぐちゃぐちゃになるの、これやめてほしい。ツツツツツとか、あーばっか。うちだよ、アスプレローラくん。385。オビューよりこいつの方が強いね。強い強いって言われてたのに、抜かされるのもビアンっぽい。おもろいおもろいみたいなノリで入れて抜かされてくみたいな。もう悪口だった。制限あんの？連れてく制限ってないはず。全然連れてきまくったら、もうこのティラノとか全部連れてかね。これも連れてって壁にしようぜ。あとはシャドウメイン、シャドウメインは意味ないか。別にシャドウメイン野良で話してても意味ないか、あんまり。いや、結構多分いいと思う、シャドウメインは。本当？壁になる。うん、オッケー。じゃあなんか適当に連れてくわ。名前ないやつだったら愛着持たれてないやつらだから。ちょっとですよ。ディディ、あの門の前に集めてくんない？持ってく人。今俺収集させてる。ディディさん、ディディさん、あれ？電圧消えた？電圧消えた。ディディ。ディディ。誰だ？どうやら俺一人で行く必要があるようだ。あれ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 。急なリタイアある。ディディ、ここでリタイア。そんなおもろくなる？突然の死。本当に急に死んじゃうじゃん。うん、本当に急に死んだ。あと2、3回行ったら鉄集まるかな。早いね、別。あれ俺戻ってきた。おい、どういうことなの。いや、トイレ行ってた。ああ、ペリガキアソーテルと連れてっからな。出兵させるぞ。あ、はい、はい、はい。お前眠たいな。はい。うさん。はい。死なせないでください。まあ、多分3割5分ぐらい大丈夫だと思う。安心しときます。うん、多分ね、バカだから3割5分の意味が分かってね、こいつ。結構帰れてると思ってる。結構なんかなんとかなると思ってる。なんとかなりますね。トンコちゃん死んだら泣いちゃうな。アソーテルと死んだら泣いちゃうな。プーさん、はい、なに1万円いったよ、早く。あと53万だ、頑張れ。あと53万ぐらい。悪魔だろ。いや、だからそれをなんとか短縮して済ませるように、俺らが今から思考のサドルを取って倍率上げに行ってる。それ出さないと、もうやんない。そう、確率当ててくれ。ニート部の奇跡。ちなみに俺も今ちょっと調べたけど、前提の黄色かな。前提の黄色から出る %で前提の黄色1%って、100回やればまあ1回。でもそれがあの思考とは関係ないです。何、地獄だよ。前提 1% でしょ。バイト100回繰り返したの。100回繰り返せんって。俺も100回遊びいけんなと思った。今前提行ってきて、デキさん。てか、天帝ってあれでしょ？しかも、雪のやつでしょ？一番めんどくさかった。無理じゃね？どうやって行くの？まあでも、あれか、洞窟って、洞窟だとあれ使えるのか、一応、その、コウモリ使えるのか、一応。デスモダスいたら、もう、なんか全部無視できるんで、プレートだけ漁って逃げるみたいに来ちゃうから。女も出す。デスモダストロールか。具志堅4個も全部連れてきまーす。具志堅は結構初期メンツだぞ。いや、大丈夫。勝って帰る。別に負けて帰るとは誰も言ってね。俺たちは勝ってか、勝って帰る、俺たちは。あ、いいんだよ、勝っちゃ。ちょっと開けといて、性能。全員、近接攻撃。近接攻撃ぶっぱした。腐肉は全部、腐肉系は全部肉にして、あの体力ぶっぱして、したから。なんか、あとどうする。なんか持ってく。まだ一応持っていけるけど。なんか、連れてきて、なんか、少なくない？このメンツでいけるか。いや、勝とう、これで。5000にして体力いや。サイホンでいく感じ？ DD。サイホン、俺はサイホン。もう1匹ぐらいなんかいてもいい気がするけど、もう2、3匹。ファイターいないときつくないか、ちょっと。国家総動員で。どうしてると、レッツゴー。結構大変だったような覚えがあるから、ギリギリだ、ギリギリじゃないけど、かなりきつくわ。かなり、まあ、しかも、火力が、サイの分の火力が4減るってことだから、だいぶ減ってるから、多分足んないと思うんだよな、基本的に。なんかない、なんかいない、なんか使えそうなやつ。ちょっと俺のこと殺してほしいな、気絶しもって。やべ、あのもう門がパンパンで。殺して殺して。あ、見なくた見なくた。動くな。あとはこの辺のオスとか全部特攻さすか、これ。
まあ特攻させても全然なんか、確かにオスはアリエの1匹で十分だから。シャドウメインちょっと何台か持ってくわ、野良シャドウメインで話すように、まあ、話してもらったら全然。今までいない、なんか出兵、いや出兵準備整ってる今もう戦争に行こうとしてるから今戦争準備完了。これ多分2回に分けて TP した方がいいな、多分入りきんないから、エイミーもう送っちゃってもいいかもしれない。行きますか、じゃあ。寝てたわおはよう。ラスト出兵してなんか来たな、あそこで。いやもう最後の最後に2体連れてきたオス。てか、まあ、こいつら犬だけで別に固定ダメージは入るから。いやそうそうそう、固定ダメージとりあえず与えてくれたらもうそれでいいかなみたいな。よし行くか、戦争じゃあ。イマジン君行くか、戦場。お、鉄や。ダメだ、俺ら2人で終わらせるぞ、はい、かけてたな、あそこテストと、うん、ラスプレイ。あ、これ勝てるぞマジでワンちゃん。キラノが一発の髪で500入ってる、一人。まあもう大丈夫だ、あと連れてきたよ。ちょ、先にあのボス部屋のとこ行くよ、ボスのとこ。すっげー来てるな大丈夫、全員来れてる。いや多分後ろからゆっくり来る。アースロプレローラーを前に配置しよう、タンクだから。だいぶアースやばいな、これ。腐肉軍団の壁が。とりあえず後ろで俺たちは見る。ベッドもあるからさ、トンコ乗ってるわ。よし、オッケー、戦争が始まる。ウィジン、アースロプレウラ、ウィジンです。ハテヤンドスコルを召喚。さあ始まった。急げ。一家の血をかけた戦い。で、こいつは命令無視にして。あ、待って。あ、行くんだ。あ、行くんだ。なるほどね。で、走って。まずは俺ら助走をつける。あ、やべ、ちょっと。ちょい、でも体力の減りは悪くない、はい、これ。あ、具志堅。あー、具志堅早速ダウン。具志堅は弱い、かなり弱い。いやでも1700出てるぞ、なんか。なんか1700ダメージ入ってるね、何かが。あー、だるいの出てきた。いやでも頑張ってくれてるティラノ。まあフェンリルが基本的にティラノぶっ殺してるから。まあフェンリル、あ、そう、テルト逃げるな、戦場から戦え、貴様。2200、いいね。レックス、まずい。まあ、いやいや、まあ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 、ああ、アース、まあ、まだまだ1匹、まだ言うて1匹。これ普通に殴ったわ、もしかしたら早いって。分からん。後ろなんかフェンリルついていかれてる。頑張れ。いやでも体力半分削ってるよ、いいよ、いいバランスの取れてるから。俺らが周りのゴミをやれば。周りのゴミやった方がいいな、これ。周りのゴミが古いんで殴ってるから。俺らこいつらやった方がいい、多分。任せて、中は任せてみたいな。でもアースロプレロ、あ、リックスが持ってきた。いやでもまだいける。戦い続けろ。いやこっちがまずい、こっちがもうなんかワンオンワンで殴り合ってる。あーマジか。ところがこっち俺らがじゃあカバするしかない。だからアースロプレロがいないからフリーで食らってる。いや 1V1 はまずいね。でも 1V1 でもかなり頑張ってくれてる。あそこ蹴るぞ。アソテルト戦死しました。いや、アソテルト最初に逃げたんだよ、こいつ。やばい、狙われてる。あれ、噛められてる。もう撃つ、俺は。ありがてえ。タゲそれてほしいけど。あれ、これ強くね。あれ、これでよかったの。タゲそれねえわ。スタミナは溜めて。スタミナ溜める、スタミナタゲる。死んどるいや結構ね、あれがまずい。あ、なんでお前アンドリュー、トンコ？え、トンコが死んだ。あ、いやもう無理。あ、まずいぞ、これ負け戦では。おっと、え、これベッドはここだよな。もうちょいなんだよ、でも。やばい、もう残りす、あ、もう残りいない、まずい。逃げるしかない。裁縫、あ、やばい、頑張れ、勝て。裁縫、あ、やばい、頑張れ、勝て。結果、フェンリル。あ、全滅です。死傷者、オビバンはじめ、アース、レプローラ多数、およびティラノサウルス、全頭。なんか誤情報じゃなくて、本当に、全員死んじゃったっていう。まさかの絶滅。全滅です。第2陣いきますか、じゃあ。だってまだ、だって死んでる、まだ生きてるでしょ、だって。え、確かに。援軍を派遣すれば、いや、回復する、確か。あ、すんの？
今すぐとどめさしていけばいいんじゃないの。今から俺らが素手でもう捨て頃でやるしかない。殴って重火器とか持ってけないの。重火器持ってけばワンチャン。俺らが用いる全てで。じゃあ全てだったらここ全部 TP するよ俺。お前だ。いけーって。俺たちの全てだ。あ、回復してる完全に。え、そんな完全に回復するんだすぐ。お前か。え、結構まずいぞ落としたものとか。いや、とりあえず自分の死体は回収できた。あ、あれ馬鹿死んどる。アリエの子孫を増やそっか。いや、あとちょっとだったんだよ。でもティラノいらなかったかもしれない。見てた感じわかんないけど、ティラノ割とすぐ死んじゃったから。わかんないけど、見てた感じわかんないけど、ティラノ割とすぐ死んじゃったから。ダメだ俺これ回収が。だってオビワンまだ残ってたんでしょ。だってこれヤバくない、うん、オビワンの生存能力まだ死んでなかったってことでしょ。オビワンマジか。あいつらデスポーンしないの。ボスデスポーンする。しないんだったら。いや、わかんない。しないんだ。死なさそうな雰囲気ない、なんかその感じ。いやでもまだね戦ってんだよね。あ、最後が死んだ。すごいな、こんなになんかもう長時間持ちこたえれる時点で。あのね、あとサイが微妙すぎたかも。ちょっと当たんなかったね。なんだろう、モンスターたくさん連れてったから逆に邪魔になってサイが。あー、生きなかった。そうそうそう、サイを生かすシチュエーションなんなかった。前草分ける今やろうと思えば分けるけど、湧いた方がいい。あの、湧いて今俺ボス2体とチェイスしてるからちょっと拾ってほしいかも。はい、はい、あ、早いこいつら。それじゃダメだこれ。やばいぞ、アイテム結構痛いぞ失うの。いや、めっちゃ痛いっすね。めっちゃ痛いし、あの、失ってしまったティラノサウルスたちも痛い。だいぶなんか強い恐竜捕まえないとまずい。どうすればいいんだこれ。メンツ的になんか俺らがサイじゃなかった気がする。ワンチャンティラノであったなぁ。こうしてフニックが減った後で、後でも一瞬でなんか卵が増産されてフニックの数が戻る。いかつすぎ。もうなんかほっといても勝手に増えていく。やっぱフニックの数だな。やばい、もう恐竜がいなくなったから、 あいつらの目の前通るだけで一瞬でもう。あー厳しい。いや、もうこれはディディさん、これもうこれ解決するのはただ一つ、腐肉です。腐肉体を増産して壁にしてアタッカーになるようなやつを持っていく。だって腐肉体の壁やばくなかった。やばかった。かなり硬くなんもして、なんかあの4体連れてったはずなのに6体増えたんだよな。なんか俺がいない間に また増えた。全然命が尊くないわ。命しかない。アソテルと死んだよ、何ガキ。えちゃんとね、ボス戦の2、3番目らしい。最後の死に顔も綺麗だった。いや、汚かった。無様に逃走してるところを一人捕捉されて殺されたから、割と無様だった。逃げるっていうのは悪いことじゃありません。やめろその声真似。逃げるってことは悪いことじゃありません。あー、デブが回収できない。まずい。ダメだよ、多分これアイテム全ロスだね、これは。痛ー、普通に痛い。いや、多分これランダム突然変異、多分腐肉しないと思うわ。おかしい、これ変異の感じが。何か条件があるんだろうな、多分。もうさ、40匹ぐらいやってるけど一体もしないのおかしくない。え、クーさん、今来れる。いや、わかんない、下振り引いてんのか。いや、ワンチャンこれ、朝アイテムされるかも。ちょ今のね、トラップタワーみたいになってる、こいつら。あの、こいつらの攻撃ギリギリ範囲に立って。あ、え、死んだね。あ、え、まあ、行ってみるよ。え、行くよ、ディディ。はい、回収。はい、え、無理、ちょっと待って、俺ちょっと引いてるから、タゲ。それね、目の前で爆発して戻るんだよ。どういうことだよ。引いた、今。あ、いけるかも。爆発する前に。うわー、俺の方来たー。今、俺が引いてる。だって。ダメか、回収。もうどんどん連打でいってる。とにかく。いや、もうこれ無理だよ、もう。これ、俺たち家庭を全部ぶつける以外方法はないな。うわぁ。今、そうしてるうちに俺らはちゃんと鉄集めていくから大丈夫だよ。頑張って。まだ戦えるみたいなノリって。まあ、もうどうしようもないです、正直。これは死体回収は無理だね。正直無理です。ナイストライ。切り替えて。これさ、L 押すとさ、トライブのキルログが見れるんだけどさ、あの、めっちゃ真っ赤なんだけど、不自然に緑色のなんかマークが6個並んでて、大量のアースルプレイヤーが真っ赤。緊張感そこだけゼロ。まだこれ増えるんですよね。いや、まあ勝手にだって荒廃してるから、それは増えるよ。くんさん、拠点帰ってきて、
見たらわかるけど、なんかすごいスッキリしてる。あ、まあティラノいなくなったからね。え、もしかしていたティラノ全員死んだ？え、そうだよ。プリク側の育むスペースが増えたわ。あの俺らのさ拠点今さたくさん恐竜いるけどさ、あの半分がこいつらなんだよ。プさんこれマジやばい。な、音がねもうやばいんだよねこれ。あのプさんこれ音やばい。いや、あのね、言っとくけどね、あの戦争ではこいつら活躍したからね、ちゃんと。どちらかというとティラノの方がやばかった。ティラノなんか即死しちゃったよね。あーす、おい、出来よこ、ケア求めてるぞ、なんか。あれ出来よこ、早くケアしてくんない？無駄に生きてんだろ、ガッチリ忘れした。これならアール出来よこも持ってけばよかったという。ふざけんな。まあ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 、新しいやつ捕まえて、もう一回チャレンジっすよ。あの死んだら半分お前らなんよ。俺のバッカしてるの。え、クンさんのやつとか D のやつも全然死んでないってこと？え、アースのプレイヤーは全然死んでない。俺のは死んでない。俺のはファイナル。ちなみにオビワは死んだからね。え、オビワ死んだ？オビワ死んだよ。え、体力め、え、結構いい個体だったんだけど死んじゃったから、ちょっとまあ普通にあんま良くない。でも最後の最後に生き残ってたってことで、このアースのプレイヤー族の優位性が表明されたから、彼女の死も無駄ではないはず。ただランダム突然変異が発生しないのがちょっとよくわからない。1回ぐらい変異してくれてもいいんだけどね。 7.31% らしい。え、アースプロレイラーってさ、え、リアルにもいんの？え、そうだよ、昔いたよ、ちゃんと白亜紀に。絶対会いたくないんだけど。アークにね、登場する生物全部近日にいるからね。アースロプレイラー絶対嫌だっただろうな。森の中にいたらしいんだよね、どうやらあれめっちゃ怖かっただろうな、あれいたの。おかしいな。 7.31% のはずなんだよな。結構引くと思うんだけど、 7% ってそんな引かないかな。ディディ悲しい。俺はディディ悲しみに暮れてる。悲しみに暮れてる。でも多分俺自分のやつだったらもっとへこんでた。アソテルトだからいいやっていう心の気持ちが。うるせえよお前マジで。俺アソテルト一番気に入ってたのにな。アソテルトは別にこうしとったらちょっと。また増えた。もういらないよ。でも、まあ、コスプレの生物として長所かもしれない、ガチで。めちゃくちゃ湧いてきて壁になり続けるみたいな。もう多分無限だもん、だって無限連生だよ。悲しくないもん。トンコ死んだら悲しい。トンコ死んでちょっと悲しかったよ。ちなみにアースロプレイラーは、アースロプレイラー死んでもまあああみたいな、ちょっと笑い起きるしな、なんなら。いや、おかしいって絶対これ、この確率発生。ランダム突然変異がなんか父系、あ、母系発生してるわ、ランダム突然変異。あ、マジで？あ、出てる。うん、死んなくね。してないかも。なんかこれ多分先祖の家系図が増えたわけみたいな。ここから、あー、なるほどね、家系図か。俺もう右側ばっか見てたわ、俺。え、じゃあクルさん別のやつ見てた。いや、別のやつ見たらワンチャンそのなんか母方のやつは発生してるとかあるかも、もしかしたら。あ、確かに右しか見てなかったよ、普通に。なんかワンチャン母方のやつは発生してたりしたかも。ちょっとアースロプレイラー調べてください、よかったら。あ、してるやん。どれ？クルさん、してます、こいつ。あの、アリエンとアーケの子供。アリエンとアーケ？アースプロレイラーやつ336レベル、こいつっす。どれどれどれ？こいつこいつこいつ？本当だ、1になってる。本当だ、やっぱするんだ。何が発生した、何が発生したんだろう、これ。でないわけじゃない。このやつらと比べてみないとわかんないな。それか、見てみる？見てみてほしいかも。なんか確かにこいつなんかおかしい。なんか体力とか伸びがおかしかった。アリエヌのポイントと比較してみるか。多分アリエヌが一番ポイント高いよね、全部。アリエヌが一番高レベ。アーケン、子供じゃ。二十は落ち着け。お前何してる？だってアーケンとカキクマ、これ誰と交配してんの、これ。アリエヌいる？あ、なんかもう一人見いけましたよ、俺。アーケンとアリエヌ、この331レベル。もう一匹目っすな、これ。てか、変異すると色変わるから、それで分かりやすいんだけど、アーソルプレイラー元の色が地味すぎて、マジで分かんない。確かに、なんか、これかな、変異した色って、もしかして。この、ちょっと黒っぽいやつ。ね、クーさん、今のところ変異種2ついます。あ、まあ、じゃあ、一応、順調ではあるのか。あ、順調じゃん。てか、俺のこと殺してくんね。なんか、ハマった。もうダメだ、今日はもう何もやる気が出ない。全て失った男、俺。俺も埋まった。もうこいつらやばい。早くもう転んで間引きしろ。イラ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 。父方の変異がないとダメだな。やっぱもう産みまくるしかないってことは分かったわ。ちょっと待って、カキカマお前誰？あ、カキカマとアーケンがなんで子供作れんだ？どういうこと？え、カキカマとアーケンがなんか子供作った？
新時代だ。そんな LGBTQ に配慮してるってこと？配慮ってかもう次元超えてる。次元を超えた配慮。配慮要素高すぎ。普通に論文書けるんだよ。何が起こったんだ一体。なんか遠くのアリエンだと荒廃したのかな。なんか、まあ、長いからアースレプローラー。もういやよ、わからんわからんもう。一冊低いけど。あ、なるほど、アーケン、あーなるほどな。いや、これアーケンさんの中の最も低いスタミナが変異しちゃってるわ。スタミナが28ポイントになって。あーじゃあダメだね。2ポイント増えた。もう一体の方ってどれ？もう一体なんかちょっと黒いやつだよね、多分。これか。なんだこれ。さ、このハマった時に出る時さ、もうさ、このハマった時に出るときさ、やばい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 。俺が死んだから、それのリサイクルかかった。そういえば、デキコさん、テリジノ？テリジノ？デキさん？なんかそれより腐肉じゃね、まずは。それより腐肉じゃね、まずは腐肉じゃね。何が伸びてんだ、これ。黒いやつか。なんとなく黒っぽいやつが変異してるってことでしょ。これ、変異したステータス引き継いでないのかな。色だけ変わった子かな、こいつは。あー。パスピアン？そういうのあった気がすんだよな。あ、これこっちも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 。結局これこれさっき見た。こうこの。あ、こいつ見たかも。ああ。これがスタミナ変わってる子かな。あ、ちょっと待って。あ、待って、俺とんでもない事実に気づいちゃった。俺二人ともスタミナが同じように変異します。双子なんじゃない？もしかしたら。ああ、確かに両方レベル振られてるっぽいから双子かもねこれ。双子か。まあならまあ納得かも。わあ、変異の双子って美味しかったのにな。残念だね。あ、でも変異するの分かったから。あとはもうただひたすらやるだけってことでしょ。ひたすらやるだけ。あとはアリエナさんの何を引き継げばいいの？攻撃力が多分アリエナはやばいから、まあ、攻撃力とか、まあ、その辺が引き継げれば。でもアリエナさんを引いたとして攻撃が出るとは限らないと。そうそう、まあ、体力が一番いいって感じなんであろうと。なるほど。別号また増えて、増えた。あーダメだ、下書きできないよこれ。また増えて、増えた。で、やる気ないんだったらとりあえずアースレプローラーなんか育成してもらって。なんで俺増やしたくないやつ増やしてるんだろう。なんとなく変異したい。なんかこれ変異してそうな見かけしてんの、この黒いやつ。してないな、あんま色は関係ないのか。なんか色でもお腹してる、お腹なんてその下なんかキモいところがしてるみたいなとこあるから。何語？もういろいろわからん。待って、こいつ変異してる。あ、ほんとだ。20は5腐肉。あー弱いな。え、ちょっと待って、え、20は腐肉？え、何勝手に子供作ってんの？え、腐肉、待って、腐肉虚勢する。ちょっとダメだ。え、もったいなさすぎる。いや、これ違う。親、クモとアリエンで。あー。先祖が20は5と腐肉なだけで、親は。ちょっと待って、クモがどこいる？クモのあれ。クモは、わかんないな。いたこれだ。あー、クモの食料値がね、変異してるわ。もう終わりだよ、こいつ。それっぽいね、クモの食料値が。それらしい。あ、これ、え、すっげえ答えある。アリエヌの全ての継承した上で、アリエヌの重量がプラスされてるに答えがいる。アルティメット爆弾した。アルティメット答え、来た。いや、しかも重量ネックだったじゃん。重量ネックだったから、重量改善されてるのはかなりでかい。メスなの？しかも。しかもメス。だからまあ、アリエヌと交配させまくれば。この、もしかしてこの個体が優秀なのかな？このアウスプラルレベル393っていう。あー、でもわかんない。アリエヌと同じステータス持ってるとかかも。あー。そしたらもう確定ガチャだから。ちょっと待って。アウスプラルラ393レベルってやつ探してくんない？ちょっとメスの。あ、393いた。393、20、アゴの隣にいます。393は何の子供なの？クモとアリエヌの子供です。そいつがなんか、もしかしたら超進化した可能性があるのか。サンキューさん見てみるか。だってどれが変異個体が分かんなくなったぞ。どいつ変異したの？いや、見るしかない。何これ、419レベルとかいるやん。え、こいつ、え、何それ。コノとアリエヌ。コノとアリエヌ、やばやばい。クヨさん、こいつ攻撃やばい。580とかあんだけど。これはじゃあ変異はしてない。あ、ミッケだ、こいつだ。こいつか、こいつの能力が高いの。最初のレベルってこれ何が関係してんの？そのステータスに個別のポイントあるじゃないですか。65ポイント攻撃、それの合計値。え、じゃあこの4なんとかってすごいってこと？この413って。そうっすね、なんか全部のステータスがマジで最高水準で。あ、そうだ、確かコノのステータスがやばいから。そう、多分2世代目なんだよね。多分2世代目で良かったのがオビワンとコノだったから、そのステータスが合わさったからそういうことになってんのか。もうやだよ、これ以上増えないでくれよ。待って、そう、名前どうすんだこれ。参加者の名前もないぞ。あ、あったわ、一つ名前が。
ノルノル。ノルノルこれ神の子だよ、ノルノル。ちなみにこれマジでこのアースプレロウラ氏の神の子ノルノルさん。アリエヌの最強ステータスを引き継ぎつつ、そのステータスを改造してるからすごすぎる。なんかあと421もいる。ええ421、何なにこれ、化けもいいんじゃん。あ、これ五変しろ。えあ、これ重量か、これ重量だな。あー、これが重量。いちゃんで、こいつこのノルノルさんのやつ。ノルノルさん、ノルノルが変異してる。多分全てを受け継いだその神の子なのかも。あ、これ重量増えてるわ。でしょ、重量増えてるけど、ノルノルさんは体力受け継げてないな。あー、じゃあ秀樹さん、ラストこいつ炎とアリエヌの子供。あ、でもこいつ多分ね、完璧にステータス受け継いだ子だと思う、普通に。マジ？あ、それだわ、完璧こいつ。このオスはなんか使ってった方がいいってことだよね、多分。でもただ突然変異してないから別にいらないのか。いや、まあ変異しなくてもいい。アリエヌと変わんないから結局。化けも。でもそしたらあれだよね、ノルノルとアリエヌの子供の数を増やせば、その重量を受け継がせて、そこからまたって感じ。そうっすね。じゃあさ、例えばその一回変異したから、もうアリエヌとノルノルだけ隔離して、そこからまた時代作った方がいいのかな。どっちだと思う？あーっていうか、ノルノルさん今メスじゃないですか、うん、子供を産ませて、その変異した重量だけ受け継いだオス作って、で無変異のメスを大量にガーってやらせる方が効率いいかも。あー、一旦ノルノルさん性転換挟んで1世代で、はい、とんでもない新世代来た。ちょっと待って、あ、やばい、これタトウシー公開で餌が突き取る。餌欲しいって言ってる。やばい、ノルノルがまずい。今すぐ腐った肉用意しないと終わる。ちょっと用意してくんね。エスラことで終わっちゃう。なんか誰かに腐った肉とか入ってねえかな。腐った肉なんか あるある、普通にある。弱めのカルノに入ってた。あ、やべ、俺死んだ。カルノのところ、アーソルプレラが動き回ってる。多分飯なくなったからっしょ。ちょ、敵を入れるよ。お願いします。ちょ、電極動かないで。こいつらを運ばないと。こいつらが死んじゃう。オッケー。これ大丈夫。まあ、そっか、ノルノルさんをオスにして、その重量を持ってるだけのオスに してメスたくさん作って、そのメスをアリエヌとって感じか。そうっすね。まあ、確かにノルノルさんとアリエヌを無限にやるよりも早いか、その方が。そうで、アリエヌはアリエヌで他のステータスを変異出すために使ってみたいな。あ、なるほどね。一回オスにしてメスを作って、そのメスをアリエヌの周りに置いとくみたいな。一回オスにして大量に並べたメスと合体させた方が確率が高くなるんで、同じステータスが2回目変異する可能性が。なるほどね。優秀なメスを置くってことか、たくさん周りに。結局じゃあアリエヌは変わらない方がいいのか、あんまり。そうですね、まあ、各変異ごとになんかオスを作ってって、で大量のなんか何も変異してないメスで数打ち当たるしていくみたいな感じです。成長したやつがノルノル以外全部戦争に連れてけばなんか、あいつなんとかなるんじゃねっていうか全員戦争に連れてけば消費すればよくね、こいつら。ああ、いける。出兵じゃないですか、これ全部出兵させよう。お金の赤ちゃん3日見てすげえ嫌な気持ちだったら、ちょっと可愛い赤ちゃん見よう。え、なんか可愛い、なにこれ。え、ちょっと待って、え、おいでー。こんなに可愛いものだったの？赤ちゃんって可愛いんだよ。ちょっと待って、フニクたちは。だってクーさんさ、フニク見てる時マジ作業だもん。もうなんか俺工場やってるみたいな感じで、もう一番最初3匹2匹ぐらいしかなかったに、やばいぐらい増えそう。次戦争持ってってまた大量に屠殺するよ。とりあえずオス全部いらないから、オス全部戦争に持ってって徴兵する。なるほど。